はい、おはようございます。ちなぎに筋力会社です。おはようございます。はい、ということで、昨日がね、ちょっと台風の影響で雨で流れてしまいまして、はい、広島戦、神宮にお迎えしての広島戦でした。はい、結果がね、3対6で、スワホ、OK。いやー、なんか久々にね、なんか投打が噛み合ったというかね、うん。いつ以来こんな勝ち方できんの？最近ずーっとなんかもうね、危ない試合というか、最後サヨナラしてなんとか決めますみたいなね、試合ばっかだったんでね。いや、非常にね、気持ちいい勝利。うん。なんか3つぐらいね、なんか今日嬉しい要因というかね、うん。まずまあ苦手な広島さんに勝てたことね。まあ松田スタジアムではボコボコにやられてますけど、神宮ではそうはいかんぞと、ね。まあそれで勝てたことね。はい。でまあ二つ目がね、まあ大瀬良投手相手に取ったってことね。防御率0点台ですから、うん、あの試合始まる前までね。うん。ただなんかあのね、途中で、ダゾーン見てたら、なんかデータ出てましたけど、あんまり神宮での防御率はそんなに良くなかったですね。うん。ほんと神宮むずいっしょ。ねえ。だからね、神宮で普段からね、投げてるヤクルト投手陣は、もしかしたらよくやってる方なのかもしれない。そんなことねえか。うん、他でもボコボコ打たれてるか。うん、で、まあ三つ目が、まあなんだろう。そうだな。まあそう、投打がやっぱ噛み合った。うん。っていうのでね、はい。非常に嬉しかったでございます。はい。ということで、早速ね、祝杯いただきます。スワホ、お疲れ様でした。いやー、ナイスゲームでしたね。はい。じゃあ、いただきまーす。スワホ。染みますね。はい。ということでね、はい。今日のお品書きでございます。はい、テロップ出します。はい、まず触れておきたいニュース。これ結構ショックなんですけど、やばいよこれ。奥川コンディション不良で2軍へと始まりましたか。もうね、僕ずっと奥川くんなんか投げてる試合のさ、こういう動画の時に、ほんと今季はもうね、とにかく無事で最後まで一軍にいてくださいと、ね、言ってたんですけどね。まあこうなっちゃいますかっていうね。まあまだね、本当にもう重症かわかんないですけど、本当こうヤクルトってなんか高津さんになってからぐらいかな、ほんとコンディション不良っていう言葉をよく使い出して、うん、まあね、あの他球団に情報が漏れないようにするとか、そういうなんかね、あの狙いもあるのかもしれないんですけど、本当わかんないよね、軽症なのか重症なのかね。なんか本当にサイレントというかね、うん、こっそりこっそり長期離脱みたいのやるんでね。いや、非常に怖い。いや、ほんとね、もうなんか大事じゃないといいんですけどね。もうまあまあいいピッチングしてたんでね、そんでね、奥川くん復活してね。いやー、ちょっとだいぶショックですこれはね。もうこんな動画の出だしにこんなことあんま言いたくないですけど、もうはい、もうほんと軽症であることを願います。はい。ということで、じゃあ早速ね、今日の振り返りでございます。はい。まず1個目、はい、排水の高橋7回2失点。はい、高橋奎二が7回2失点ピッチングしました。ナイスピ。はい。まあ、前回前々回と DeNA 戦と巨人戦だったかな。はい。まあ、7失点ずつしてね。もう奎二大丈夫かと。どうしたんだいと。どうしたんだいっていうか、まあ、ここ最近っていうか、ここ数年ちょっと怪しいですけど、こんななんかね、もう左のエースとして期待してるピッチャーがね、ボコボコ点取られて、でも年齢もね、まあ、20代中盤ぐらい、ちょっと後半に差し掛かってきたかな、って中でね、なんか早く独り立ちしないもんかね、という、中でね、はい、もう今日排水の陣で迎えた広島戦、はい、まあ良かったんじゃないですか。うん、やっぱあのゾーン内にね、きっちりストレート投げ込んでましたし、ただ前の広島戦の方がチェンジアップは決まってたかな。チェンジアップに関してはね。うん。
ただやっぱ力強いストレートで押せてたし、うん、であとスライダーも、ね、あの小園選手から取ったやつとかもね結構切れ味良かったし、またやっぱストレートかな、アウトロー見逃し三振とかねビタビタのところに決めて取ってたしね、だから本当に今日はねなんかこうゾーン内で、うん、崩れることなく、だから今日フォアボール出してないんじゃない？出してましたっけ結局1個ぐらいかな出してたとしても、なんか出してなかった気するんですけど、うん、きっちりコントロールよくもね投げれてたし、うん、だこれをねやっぱりこう広島戦以外でもねできるようになってほしいですね、うん、まあ立派なんですけどね、このいやらしいね打者がいっぱい並ぶ広島打線相手にやったのはお見事なんですけど、うん、なんかね、やっぱりこうもっとなんだ長打力の増えてるチーム、長打力があるチームにはね、結構やられちゃってるので、うん、まあもうちょい、はい、次回もまた期待しましょう。はい、あと今月末にもね広島戦があるので、まあこの感じのね今のローテでバーンって行くんだったら、マツダスタジアムでね投げることになりますので、うん、まあマツダスタジアムでも広島打線を抑えれたらもう広島キラーの、はい、称号を与えましょう。はい、頑張ってください。はい、と本当にいいピッチングでした。あのね。7回表のピンチとかもねよく頑張りましたよ本当ね、オスナ選手がねファーストフライなんでもないファーストフライをね落球したとこから始まりね、まあ、矢野選手の犠牲フライで、ねまあ、点は入っちゃいましたけども、うん、まあ、あの丸山くんのね、まあ、後で触れますけどあの攻守とかもあってね、まあ、あれなんとか逃げ切れたと思います。はい、本当最後まで、ね、頑張ったのは本当ね、ありがとうございました。うん、もうどこにも行くなこの高橋刑事でずっといてください。はい、友中サンキューということでね、はい、続きまして、はい、Eロッド勝ちパへ前進ということで、はい、今日8回にね、Eロッドが投げました。はい、まあ一人ランナー出しましたけどねしっかり無失点で帰ってきたということで OK。 はい、でやっぱね前回だっけ動画で言いましたけどやっぱ大西、Eロッド、小沢、はい、この3人を僕が勝ちパにねもう早々にしてほしいというかね、うん、って思いなので、はい、8回にいいロッドが出てきて、うん、なんか本当嬉しかったというかね、はい、で先頭の上本選手をね、ストレートの最後アウトローでね、見逃し三振取ったとことか、うん、あれ何度も見たいね、うん、非常に息のいいストレート投げ込んでたので、はい、いややっぱいいロッドね、うん、期待しましょう、はい、もう A の取ったってね思わせてほしいね、はい、お疲れ様でした。はい、でね、はい、三つ目、さっきもちょっと触れました、丸山攻守連発ということでね、救いましたね、今日ね、だいぶ救ったよ。本当に。うん、まあ、最近ちょっとバッティングが、まあ、あんまりね、ちょっとま、湿ってきてね、うん、今日はま、守備固めって感じで起用されたんですけども、ね、あの7回の表のね、うん、ちょっと高橋刑事も、うん、まあ、アップアップというかね、うん、まあ、ちょっと味方の守備のね、まあ、オスナ選手は落球でね、ちょっと足引っ張られた感じで、うん。まあ、ちょっとこう、まあ、球数も90球超えてきて、ちょっとアップアップしてきたところでね、堂林選手のね、ライトへの、うん、当たり、あれをね、スライディングキャッチで、いやー、チェンジにしてくれるんですよね。素晴らしい。ナイスキャッチ。うん。いやー、だからほんとね、岩田選手との競争がね、ほんと加速してきたというかね、守備はどっちもいいんでね、っていうね、うん。で、あと、その後の回もね、誰の打球か忘れましたけど、あのね、右中間。あ、もう絶対ヒットだって思いましたもん。うん。あれもね、ふってね、うん、急にふって画面外から出てきてね、スライディングキャッチして救いましたし、うん。で、なんかね、だから今日広島さんのね、守備がね、めちゃくちゃ良かったんですよ。まあ、矢野選手もいつもそうだけど、うん、末金選手がね、フェンス直撃しながら取ったやつとか、あとあれ、レフトの人。誰だっけ、中村翔成選手かがね、岩田くんのファールゾーンへの打球をね、ダイビングで取ったりとか、っていうのでね、うわ、なんかこう、守備でね、めちゃくちゃ圧倒されてんなってとこでね、あ、俺がいるよ、と。ね、俺もいるよ、どうも、丸山ですっていうね、まあ、ヤクルトにもこう、なんだろう、ちょっと守備の希望がね、うん、見えたっていうのでね、うん、非常に嬉しかったです。はい。丸山くんね、あとはバッティングですね。はい。バッティングを鍛えてください。お願いしますと。はい。続きまして、はい。6回裏一挙5得点ね。いやー、
まあ、正直まさかでしたね。もう今日大瀬良投手に、まあね、初回はね、村上くんのね、タイムリーで先制しましたけど、なんかそれ以降がね、やっぱもうコントロール良くてね、バシバシストライクは入れてくるし、うん、で、球数もほんと少ない。で、やっぱ大瀬良投手ってもうタイプ的にほんとコントロール良くてね、もうどんどんストライク取ってくるんで、もうヤクルト打線も、まあ多分裏で話し合ってるんでしょう。もうまとまったピッチャーだから、ストライクゾーン大体入れてくるから、もうどんどん打っていこうと。っていうのもちょっと相まってね、ほんとサクサク攻撃終わってたんですよね。うん。って中で6回ね、はい。まず長岡、サンタナの連打ね。いやー、よかったー。長岡今日もヒット打った。いいね。ナイスバッチね。はい。で、サンタナ選手もね、さすが3割バッター。うん。ライト前で繋ぎまして。はい。で、4番村上選手はもう、あれですね。フォアボール。はい。で、満塁ですね。はい。で、バッター、オスナ選手。はい。もう、ヤクルトファンの皆さんなら絶対頭によぎったであろうね。はい。オスゲだけはなしで。ね、申し訳ないけど、ゲッツーだけはやめてよ、オスナちゃんっていうね。はい。場面でしたけどもね、3塁線抜く2塁打。2点タイムリーでしたね。ナイスバッチン、オスナちゃん。いやー、まあ、バッティングは本当ね、ありがとうなんだけど、あのファーストフライ、落球はないよ。僕はしつこいですからね。まあ、本当でも、いいとこで本当ね、大瀬良投手から、打ったっていうのが本当価値ある一打だったと思います。はい。あれは本当ナイスバッティングでしたね。はい。で、続く、6番バッター、松本直樹か。はい。松本直樹がね、一回スクイズをね、敢行したんですけど、ファールになっちゃって。まあまあ、いい狙いっちゃいい狙いですけど、そうっすね。まあ、点入ってたら喜んでたか。まあ、たらればですね、これはね。で、結局ね、打たしまして、ライトへタイムリーということで、ナイスバッチ。俺にスクイズさせんじゃねえと、俺は打つ男だっていうね、そういう気持ちが見えました。でも松本直樹選手今日はね、ほんとこうライト方向ね、すごいいい当たりばっか打ってはいましたもんね、今日ね。ただこうなんかね、相手の攻守に阻まれたりとかで、ちょっとね、惜しい当たり続いてたので、はい。一打はね、まあ当たりそんなに良くなかったですけど、はい。ナイスバッティングでしたね。はい。で、山田選手がちょっと浅いセンターフライでね、倒れちゃって2アウト。はい。で、ここでね、はい。次行きましょう。はい。岩田、必要な男になるということで、なんと、ね、前回の試合ね、ホームラン、ね、同点のツーランホームランも打って、猛打賞も打った岩田が、今日はなんと、2点タイムリーの左中間への当たりね。岩ちゃん。まあ正直ね、まあ、前回の試合はなんかこう、まあ、まぐれっちゃまぐれというか、まあまだそのバッティング完全に安定してないとは思うんですよ。なんでちょっとこう、勢いに乗れた、なんかたまたまちょっと勢いに乗れたなんか日だったのかなって思ってはいたんですよ、正直ね。はい。ただ今日もね、こうやって結果出してきたということなので、いや、これはね、ちょっとしばらく続いてほしいね。確変だとしても。いやー、岩田ものにできたらマジすごいよ。本当に。本当掴んでね。もう丸山くんと、ちょっと今、まあだいぶね、今岩田選手がリードしてるとは思いますけど、ちょっと頑張ってほしいね。いや、ほんとね、必要な男になりましたよ、彼は。ナイスバッティング岩田くんというね。はい。感じでしょうかね。今日はね。まあ、ほんといい攻撃でした。はい。で、9回とかはあれか、最後、ちょっとね、長谷川投手が、ね、まあ、4点リードだったんで、もうセーブシチュエーションじゃなかったんでね。はい。投げまして、ね、先頭の末金選手ね、にね、今日2本目となるホームラン。ねえ、まあ高かったっすね。高いストレート。まあ球速自体は出てるんでね。まあそれはいいんですけど、まあちょっとあれ不用意な、なんか一球となっちゃったかな。まあまあまあ、でもね、はい。小沢くんとかね、温存できたし、大西くんも温存できたし、はい。やっぱこう高橋奎二がね、長いイニング投げてくれたっていうのは、本当ありがたいことでございます。はい。まあ本当、投打ね、噛み合っていい試合でした。お疲れ様でしたと。はい。いうことでね、はい、明日もあります。はい、先発が、うちが石川さん、来ました。石川200勝チャレンジ。どうなりますかね。で、なんか広島打線はね、ほんと無理に引っ張らないというかね、ほんとこう日本人バッターっぽいというか、ほんといやらしいね。センター返しとか逆方向とかちゃんとするイメージなんで、
なんか相性あんま良くなさそうな匂いするんですけどね。まあ、ちょっとね、そこどうなるかっていうのが本当注目ですね。はい。で、相手が栗投手ね。はい。また好投手が、来てしまいましたと。もう本当広島先発いっぱいいるね。いいね。まあ、本当ね、もう広島戦は、もう本当、ね、もう好投手ばっか出てくるってね、もう選手たちもね、分かってると思うので、はい。まあ、あのシンカーにね、あのツーシーム、あれにやられないように、はい。頑張ってください。はい。石川さんのために、ね、援護点、よろしくお願いしますと。はい。いうことで今日の動画以上にします。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録、お願いします。はい。お疲れ様でした。